藤井河河は、幕末の備中国機密軍偶士官、国学者、家人、解剖論者。大阪湾防衛のため北海峡を塞ぐ、大安省の建設を唱え、各方面に働きかけたが、幕府と通じて、詐欺を働いていると誤解され、尊老上位派に暗殺された。文政2年3月18日虎上国、または3月19日、備中国海洋軍区内村に、 キビツグルシ堀ケ、ホリ特製の次男として生まれた。幼名は光次郎、ロウ、ナ文政六年頭、特製が死去し、母、喜ト子と、祖父、堀リケヒ政に養育された。文政八年冬、シャケ藤井高豊が死去すると、その父、藤井高賞により、王孫に指名された。天保二年、養子縁組して、左衛門の佐、高行き、間もなく、 後期と解明した。高豊の未亡人、峰に養育されながら、同年以降再例で二の子兄役、五掛番役、祝詞役等を務めた。交渉に和その皇帝、成合大枝に、国学、宴席の山田報告に監視を学び、萩原博道、東条疑問と交流した。天保六年一月二日に元服し、同十四日に交渉から、謝氏、鮭頭職を継承した。 同年に、堀池清幸、藤井重真、堀池正平、藤井重之と、社殿岡見武器修造を計画し、校歌2年11月2日に上等された。天保11年交渉が死去すると、高枝と改名し、交渉の松屋社中を継承して、後松屋と合し、国花常備会を制定して、歌合わせを開催した。天保12年、江戸に散布し、そぎ箱を献上した。 硬下2年8月3日、十五位下、下尾佐守に除され、同六日に、吉岳より、新党再居城を受領をした。硬下3年、佐抜国師は久島と美善国師もついの御場争いを、朝廷した。河英初年、根弱物語集、地蔵菩薩を念ずるによりて、主に殺される難を、飛んでる子に見える大藤大部を先祖と称し、野豪を大藤と定め、硬貨と改名した。 この頃から解剖論、法術を研究し、安政元年には、江戸の堀家愛政、堀家愛衆、大阪のおじ、尾形公安を通じて黒船来航、日米和親条約等について、情報を得た。2月8日、長崎から、記任途中の川地敏明を迎え、日露和親条約交渉の模様について会話した。8月頃、備中国不可思での水争い、岡田半寮。 釧路村と岡山藩領の境界争いを調停した。9月、鮭総大、藤井刑事と江戸に散布し、10月に、青山交際邸で主因改めを行った。文久元年、社職を弱子、大藤木一郎に譲って郵送とこしたが、引き続き台所方として、財政の立て直しを担当した。文久2年、生麦事件で、イギリスの脅威が現実化する中、 京都への物資輸送路として、琵琶湖と鴨川をつなぐ運河の改作を計画し、11月に、上方へ上り、文久3年に1月に、朝廷の許可を得、京都大津の間を往復した。同時に、大阪湾防衛のため、木の国から、淡路国由良かに一部の通船口を残して、異国船侵入を阻む、大安省内市海面布島の建設を計画し、文久3年4月に、 山田報告の紹介で、江戸幕府老中、板倉勝清の公認を得て、大阪の河野池や、鹿島屋や堺、兵庫等の豪商から軍用金を募集した。5月、帰京して、岡山で、牧野権六郎に会い、6月に、淡路島と和歌山を遊説し、徳島藩、紀州藩に協力を求めた。7月、京都学習院で国事寄りうどの三上西末とも、茂野遺術在、 西木工事よりの離島に計画を検白し、紀州藩士の岩橋鉄、タスク、菊池海荘、浜口五両、阿波藩士、森国之助にも接触している。風雪との西木後編巻のに、大藤雄荘教授のことならびず京都で、後部合体派と、尊老上位派老子がいがみ合う中、幕閣と接触したことで、尊浄派から敵視され、実現するつもりのない計画を語って、 金銭を騙し取っていると誤解された。文久3年6月28日、大阪の尾形切磋方から上京し、尾形聖夜のつてで室町通り2条下がるの山田、玄米方に、家来、清蔵と滞在中の7月25日暮れ6つ時過ぎ、侍風の男2名が今に押し入り、首を打ち取られた。翌七月十六日朝、三条大橋に沈めに、首がさらされ、 この者、管理いたクラスを、水野泉等に組みし、その居城を受け、放大築像を名とし、深へ立ち入り、大金を貪さぼり、その罪、軽からず。よって、天中をかふる者なり、とのいたさがかけられた。清蔵は失踪し、遺族も状況をしぶる中、事件の後処理は玄衛が引き受け、首と胴体を合わせて橋東沈め新三津寺に、 仮埋葬し明名学院大教有倉庫寺の開名を授けられた。故郷では、実刑、堀家多福星が、母、吉の命で、板倉さん藤谷母に三神、へそのお抜け葉を仮埋葬し上田及び淵により、宮地の守る目マサル立て丹大臣の死亡を授けられた。7月30日、事件の巻き添えを恐れた、日ビツから、前年冬、 以来無断で他国に滞在していた罪で、除籍処分を下された。昭和十七年七月二十五日、孫、三宅翔太郎により、新密寺に記念碑が建てられた。日備国の土豪と目玉新命をし祖とし、堀家高生園を家祖とする鮭、堀家三政家に属する。大中富氏、藤原氏または楽々、森彦命を祖とする鮭、藤井高俊家に属する。 ありがとうございます。